たら完成です。こんにちは。こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、今日は梅雨の時期に使える簡単ヘアアレンジをやってみました。はい、梅雨の時期って髪の毛がファイファイってこう表面とかになると思うんですけど、うんうん、それはこのブラシを使って押さえて作っています。お、はい、気になる方ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベビリスのホットアイロンブラシミニを使っていきます。表面のパサついた髪をブラシで溶かして整えていきます。まず髪の毛の裏側をしっかりブラシで溶かします。次に表面を溶かします。後ろの細かい毛も同様にやっていきます。裏側にブラシを通して溶かします。次に上からブラシを通します。前髪は内側の部分だけやっていきます。Nドットのポリッシュオイルを使っていきます。だいたいこのぐらいの量を使っていきます。オイルを髪全体につけていきます。表面の髪を耳ラインで取り分けてゴムで結んでいきます。下の髪の毛を半分に割り、左側の髪の毛を上にねじりながら持ってきて、くくったゴムの中に入れていきます。反対側の髪の毛も同様に上にねじりながら中に髪の毛を入れます。通した髪の毛を上に持ってきてクロスさせてゴムで結びます。まずトップの部分にボリュームを出すように髪を上からは静かみにして少し引っ張ります。でサイドの髪の毛も少し出していきます。最後にここの入れた髪の毛も少しほぐします。ヘアクリップを使っていきます。ゴムのところにヘアアクセをつけます。今日は雨の日に使える簡単レンジをやってみました。皆さんぜひ参考にしてみてください。さよなら。Thank you.